どうも、KSS TV のトワカです。どうも。橋田さん、こんにちは。こんにちは。始まりました。橋田スタジオ。このコーナーでは、世の中の気になるニュースを、橋田さんの独断と偏見で語ってもらおうという企画です。一つのニュースを、一つのテーマとして、だいたい5分ぐらいで喋ってもらおうと思います。結構発生してるのがあって、まずこのアイアンマンシリーズね。アイアンマンやっぱ始まりといっても過言ではない。これは見ないと始まらないぐらいの。さすがに見てない人だったらちょっと見てほしい。アイアンマン2では、アイアンマン見てたら多分見たくなる。見てない人には申し訳ないけど、まあ、ある意味親子の話で言われますね。キャプテンアメリカ一番第1弾の方なんですけど、これを見ないと多分アベンジャーズに繋がらないっていうのがある。これ、ね、マイティーソーってのと、まあ、ハルクっていうのがあるんだけど、多分、まあ、好き好きに分かれるのと、多分今見たら逆にこんがらがる可能性がある。あとそうだね、ダイアンマン3、これアベンジャーズ後の話であって、まあ結構独特な作られ方をしてる系、これも面白いですよ。ウィンターソルジャー、これキャプテンアメリカの2、これは俺の中では最高峰に面白い。アイアンマン1、2に次ぐぐらいには面白いね。これはガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、これも好き好きに分かれるけど、他のやつと違う、なんか独特だけど面白い作りをしてる系。クリス・プラットだけ。そう、クリス・プラット、これジュラシック。じゃあそう、ジュラシックワールドシリーズで主人公をやってる人が主人公だったりとか、エイジ・オブ・ウルトロンはまあ新しく新ギャラ結構増えてきて、今までのやつ見てないとここら辺から分からなくなってくるので、この上のやつは見とかんと派かなっていう。これアントマン、これは結構重要で、これが後の作品に結構多大な影響を与えてくると普通に面白い。これ見てないと本当に映画後半わからないっていう。これシビルウォー、シビルウォーは、まあ、スパイダーマンが出てくるという、もう結構画期的な作品なのがあって、これはもうぜひ見てほしい。ドクターストレンジも新しくまあ、ここで出てくるんですけど、ドラマシリーズにも結構影響力が出てくるやつ。そう、ドラマ見るならこれ見てないとわからないかもしれない。結構その当時は結構人気だった。まあ今でも人気だし。これリミックス、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、まあ、2、結構重要なシーンが出てくる。これマイティー・ソー・バトル・ロイヤル、これ監督が変わって今までのマイティー・ソーとは上げられてないんですけど、結構軽量が違う、急にソーがはっちゃけちゃうタイプのやつ。マイティー・ソー見るんだったらこっからかな。スパイダーマンシリーズはもう言うまでもないよ、この辺から、まあ、私若いスパイダーマンなんだけど、スパイダーマン、まあ、いろいろな要所で結構ね出てくる。でブラックパンサー、これは、まあ、歌とアクション、特にでも最後のシーンが結構重要シーンなん で、インフィニティウォー、こことエンドゲーム、これはこの間に2本映画があるんだけど、これ好き好きに分かれるので見てもらったらいいかな。次、このドラマシリーズ、今まで出てきた重要人物が結構それぞれに分かれて、次の映画とか別のドラマに繋がってたりするという。で、ここで自分で作ったデアディビル、ちょっと前の映画なんだけど、あ、ドラマなんだけども、これが結構後々結構重要なところで出てきたりする。ちょっとこれはまあ見てからのお楽しみですね。
で、ブラックウィドウやチャンチ。この辺は、まあ、今までの映画の、まあ、そう。謎が解けていく映画とかな、この辺はね。で、ここ。ホークアイ。これは結構重要。アニメ見るならこれ見といた方がいいかもしれない。これと、ワンダービジョン。ファルコ、まあ、ロッキーも結構重要な、やっぱドラマシリーズは見ないと多分次が繋がらないという結構重要なシーンが多い。意外とこのアニメ What If がこのマルチバースオブマットレスに結構大きく繋がってくるという、なんかアニメ見てないなっていう人は見といた方がいいかもしれない。見とったら多分これが面白くなるんじゃないかなと思います。まあ今もあと、そう、そのアニメはどこで見れるんですか？これ多分全部あれで見れるんじゃないかな、あのディズニープラスで見れるからだそうです。まあ DVD 多分出てないと思うんです。で見た方がいい。デアデビルも見れるようになった。このシリーズが新しく追加されたんで、まあ今も新しく映画出てるけど、そう、ドラマとかも結構あるかなと思います。これは結構本当に順番で見ていかんと誰これってなる系あります？見てないの？ほぼほぼ見てない。でも意味がわからない。意味がちょっと見た方がいい本当に。まあこれ書かれてないのもあるんだけど、見たかったらちょっとそっちも見てもらった方がいいかな。そのキャラクターのつながりを知りたい人、知りたい人はちゃんと一から見た方がいい。ちゃんとストーリーを知りたい人はここは結構重要な、書いてあるやつはほぼ重要なやつ。最低でもそれは最低でもつか、ほぼほぼ全部書いてあるけどそれは見てほしい、見てほしいね。はいはい、その動画な。この動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。